ブラウンソンはアメリカ海軍の駆逐艦。フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名はウィラード・ H ・ブラウンソン海軍少将にちなむ。ブラウンソンはフレッチャー級の中でスクエアブリッジ大型化した環境をもって建造された最初の艦であった。同環境を持つ艦はラウンドブリッジあるいはハイブリッジを持つ初期の艦よりも良好な視界を得ることとなった。 ブラウンソンは1942年2月15日にニューヨーク州スタテンアイランドのベスレヘムスチール社で寄港した。1942年9月24日にクレランド・エス・バクスター夫人によって命名、浸水し、1943年2月3日に艦長、J.B. マーヘル少佐の指揮下収益した。ブラウンソンは大西洋と太平洋の両方で活動した。 収益から1943年6月11日まで、本国の北東海岸沿いに活動し、北、大西洋での戦団護衛及び対戦紹介に当たった。1943年5月12日から31日までは、北、アフリカを訪れている。1943年6月18日に、ブラウンソンは、パナマ運河を通過し、28日に、 カリフォルニアに到着した。カリフォルニア州沿岸で短期間活動し、7月にはアラスカに向けて出港した。アラスカに到着すると、1943年11月29日まで、紹介及び戦護衛を行う。その後新珠湾を経由して、南西太平洋に向かい、ビスマルク諸島での戦いを支援し、日本軍を圧倒した。 1943年12月26日の14時42分、ブラウンソンはニューブリテン島のグロスター岬への上陸支援中に日本軍の急降下爆撃機による2発の爆弾を受ける。爆弾は中心線の右舷2番煙突付近に命中した。凄まじい爆発が起こり、主艦パン状の全構造物が吹き飛んだ。艦は右舷に10度から15度傾斜し、 艦中央部が急速に沈み込み艦首と艦尾が髪型を向いた。負傷者は救命いかだに乗せられ、14時50分に艦の放棄が命じられた。その時、艦中央部は完全に水没していた。爆雷が爆発したような波が立ち、艦は14時59分に沈没した。ブラウンソンの乗組員のうち108名が失われた。残る乗組員は、 ダリーとラムソンによって救助された。沈没位置は難易5度20分、統計148度25分。この日、日本軍は海軍がラバウルから零戦55機と艦爆25機が陸軍が上枠から重爆7機と戦闘機32機で艦船攻撃を行っている。ブラウンソンは第二次世界大戦の先行で1個の従軍聖賞を受賞した。 ありがとうございます。